インスタマチックは、イーストマンコダックによるフィルムの規格また、それを採用した写真フィルムとカメラである。それまでのロールフィルムと異なり、フィルムが専用カートリッジに収めてあるためフィルムの装填が容易である。126フィルムを使う競技のインスタマチックと、その後継である110フィルムを使う、ポケットインスタマチックがあり、このコーデは両者について述べる。 インストマチック登場前のロールフィルムは装填の際、フィルムの先を巻き上げスプールに巻き付ける、巻き上げ機構を作動させて巻き上げていることを確認する、裏蓋を閉めて巻き上げるという動作が必要だった。また135フィルムは、撮影が終わると、巻き戻しが必要である。巻き上げていないのに気がつかず撮影しても、当然何も映らないし、フィルム交換に時間がかかる。 120フィルムや127フィルムはフィルムの裏面に遮光紙を重ね合わせ巻き軸に巻いただけのもので手から落とせばフィルムは録音して撮影した写真が台無しになる可能性もある。そこでコダックは説明書を熟読したりコツをつかむことなく誰でもフィルムの装填が可能となるようにロールフィルムを専用のカートリッジに装填して販売しそれをそのままカメラに収めて使うシステムを考案した。 フィルムに裏紙を巻いた状態でカートリッジに収めてあり、裏紙に書かれたコマ数をカートリッジ後部の小穴から読み取る。また送り側も含んだカートリッジとなっているため巻き戻しも不要である。多少フィルムが効果となるがカメラから巻き上げ機構の一部や、さらにフィルムカウンターを省略することも可能で簡単な構造となって安価に製造できるため、 トータルでのコスト差を小さくすることが見込める。コダックインスタマチック4004963年発表。フレームサイズは 26-26mm。つまりフィルムの幅は 35mm フィルムと大差ないサイズだが、フレームは正方形である。当時はまだ2眼レフカメラが一般的で、それまで 66cm 半や 44cm 半を使っていた人々が、 違和感なく移行できるように、またカメラの小型化を狙って正方形を採用したと思われる。コダックはこの企画の普及を目指したのメーカーにも採用を進めたため、欧米やアジアのメーカーによるフィルムやカメラが数多く存在した。多くは固定焦点や固定シャッタースピードで樹脂製ボディの簡易なカメラだが、ドイツコダックのコダックインスタマチックレフレックスは、いわゆるデッケルマウントを採用した一眼。 デフカメラである。日本では1960年代後半から1970年代にかけてコダックや他のメーカーから発売され、小中学生などの若年層や高齢者が手軽な撮影に用いた。後述するポケットインスタマチックの登場や135フィルムカメラの価格低下などで、1980年代にはわずかにトイカメラが発売されたのみであった。 使用されるフィルムは126フィルムで、コダックが1999年に製造中止後、イタリアのフェルダーニアが最近まで製造していたが、現在は生産を終了している。このため現在、愛好家たちは使用済みフィルムのカートリッジに、裏紙付きの120フィルムなどを裁断、巻き直しして自作し、撮影に使っている。 コダックポケットインスタマチック42シルバーニアのマジキューブを装着1971年インスタマチックと入れ替わるように発表されたもので使用されるフィルムは110フィルムでカメラとしては110カメラワンテンポケットカメラなどと呼ばれるインスタマチックからさらに小型化を狙いフレームサイズは1 3 1 7ト、mm、ルで実際大多数のカメラがポケットに収まるサイズを実現できた 1970年代に入ると、ライカファンカメラが普及しており、またミニラボなどによるプリンタの自動化も進み、市販されている長方形の因果史との整合性から、長方形画面を採用したと思われる。インスタマチックの時と同様コダックの呼びかけに、多数のメーカーが参入し、主に気軽な携帯用、スナップ用として1970年代から1980年代にかけて普及した。 カメラの構造を簡素化できたことも大きな魅力となり流通の大きな要因ともなっている。カメラにはコダックと同様の横長の製品が多いが在来のカメラをそのまま縮小したような形状で交換レンズやワインダーが用意されたシステム一眼レフカメラである極光学オート110やズームレンズ内蔵一眼レフであるミノルタ110ズーム SLR シリーズラジカメと名打って ラジオを内蔵した松下電機、ウエスト電機の CR1 のように様々なバリエーションの製品も登場した。一時広く普及したがフィルムの小型化とこの時期に流行した高感度化が画質の低下を招き、一方では135フィルムカメラの内部機構が改良されフィルム装填や巻き上げが容易になり、さらに機能面で差の小さいレンズ付きフィルムが 登場するなどの要因もあってその人気は1990年代移行急速に下火となった。一部の愛好家によってその後も過労じて支えられてきたがデジタルカメラの普及で写真フィルム全体の流通量が減少した影響もあって自社ブランドの他に各種 OEM 供給を行ってきたイタリアのフェルダーニアが2008年に製造を終了し、 コダックも2008年9月4日に原材料の価格上昇並びに需要の低下を理由に製造終了を発表。富士フィルムは製造体制の維持が困難になったことを理由に110フィルムの製造販売を2009年9月に終了したことで一般向けのフィルム製造は一旦すべて終了。110フィルム対応のトイカメラもフィルムの出荷終了に伴い次第に 市場から姿を消していった。その後、ロモグラフィーからモノクロフィルムが発売されたが、新製品のカメラは、以前のストック以外まず入手できない状態にある、高感度フィルムの画質が劣ることに加え、フィルム感度の違いに対応できないカメラが多かったことがこの問題をさらに大きくした。こちらは、デラックスコードの開発によって、フィルム感度設定の問題を解消している。 レンズ付きフィルムの講師である富士フィルムの写しるんですは、ごく初期の製品で110フィルムを使用していた。ありがとうございます。